本日お越しのお客様より地位への貢ぎ物が届きました。再現 VTR してもらおうかわあ、コーヒーゼリーだ、嬉しい。え全部全部です。え、誰か渡すんじゃなくて全部。あ、そんな、ありがとう。それとお出汁いる？あ、まだあるんだというやり取りがありました。ありました。で、最後やろうか。先生、お出汁いる？ちっちゃいの渡したのと一緒やねんけど。あ、先生いらないんだったら別に持って帰るけど。いるけどという撮影できなかったらですが、面白いやり取りがありまして、なんか俺の扱い雑くない？先生大人気見て、この見て、ほら見て、この貢ぎ物の違い、これ一個。まあプリン持ってきてくれたけど、ね、そうプリンも持ってきてくれたけどね。中身はこれ、これが入ってるらしくて、ちーさんおいしいそう、中一緒だからいらないんだったら持って帰りますよって言いながら、いるいるってもらったやついるよ喜んでいただいたやつ。煮物作るもんね。え、なんかこう出汁取ってもいいし、パックから出してもお出汁、なんかこっちに書いてたから、チャーハン、炒め物、お好み焼きなどに、ね、出して破って中身を出しても使えるっていうお出汁をいただきました。すげえな。ねえ、ねえ、いいのいただきました。かやのしゃだし、こっちはなんか野菜の、なんだっけ、こっちの野菜出汁入りが入ってるって教えて。なにやっちまったな。先生にはこれだけ、はい、あ、ちなみに先生ってボスのことです今更ですけど、いろいろ呼び方あるんですいや、これはすごいな、本当びっくりした。あの動画に撮っときたかった、笑えたもんね、誰かにね。これとこれと、こうね、最初こうしてるから、あれあれっていうか、こう配る分をね、あれしてるんだと思ったら、なんかボンボンボンと3つ山積みにしてくれていただいちゃいました。美味しいんだよ、この夏だけだよね、これ売ってんの、うん、当分小さなあれだね、スイーツ困らないね、うん、困らないね。生クリーム買わなきゃいけないやつだね。いやー、幸せだ、いつも。ありがとうございます。最近小さなの貢ぎ物が多いんだよねいなくても持ってきてくれるってやつもあるしね。そうね喜んで、いつもお会いできませんがいただいております。ありがとうございます。皆さん、今日はね、直接お会いしましたけど、はい、ボスにもぜひ貢ぎ物今プリンブームらしいので、ぜひプリンで滑らか系でお願いします。あの、別に貢ぎ物なくてもいいよあの、手ぶらでセッションスーツ着ていただければもうそれで大丈夫です、はいセッションも施術もじゃなくって、うん、ちょっと遊びに来ましたっていう時は、うん、プリン持ってこないと入れないプリンかポテチかポテチはグッビスのトリュフさんとしか受け付けないからはい、というご要望を最後に、やらこの動画を終わりにしようと思います。マジで流すんじゃないやその話、はい、ということで、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメント、貢ぎ物お待ちしてますではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。